織田信長は日本の戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、天下統一を目指して多くの戦いを行いました。1534年に尾張の国現在の愛知県の諸畑城で生まれ、1552年に父信秀の後を継いで尾張の領主となりました。1560年に桶狭間の戦いで今川義元を討ち取り、1568年に足利義昭を奉じて上洛しました。その後、浅井、朝倉、武田、毛利などの敵対勢力と戦いながら、畿内を中心に独自の政権を築きました。しかし、1582年に家臣の明智光秀に裏切られて京都の本能寺で自害しました。信長は残虐な一面もありましたが、鉄砲やキリスト教など新しいものを積極的に取り入れるなど、革新的な政策も行いました。